皆さんは心霊体験をしたことがありますか？鼻水出た。私は受験の時、夜中眠い目をこすりながらトイレに行った時、家の階段でコソ泥を見たことがあります。いや、じゃないじゃないですか。みんなはどうですか？え、ある？私はないんですけど、兄が見えるんですよ、うん、中2ぐらいの時に、まあちょっと遺影が飾ってあって、うん、ずっと家に、うん、それ帰ると閉じてあるんですよ、うん、でお父さん怒ったんですよ、うん、これ倒してるのお前だろみたいな、うん、そしたら中2ですよ、うん、号泣しながら、うん、だって話しかけてくるんだもんと似てたんですよ。パンナイさんはどうです？本当にないんですよ。見たことないし、体験したこと悲しばりぐらいしかない気がする。それで多分筋肉疲労です。いらっしゃいませ。あ、どうもよ。吉本でお笑い芸人をやらせていただいてます、シークエンスハヤトモです。よろしくお願いいたします。お願いします。お笑い芸人さんなんですけど、はい、霊も見えると。そうです、夏になると怪談話したりするじゃないですか、うん、お化けこんなの見たことあるっていうのの話の内容が他と違ったから、うん、だん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 広まっていって、それが今仕事になってるっていうような感じです。ちなみに、うん、私ヤバそうだなっていう人います？リンクさんはヤバいんじゃないかなって。なんでゼロヤバですよ。ゼロヤバ、はい、ゼロヤバさん。お兄さん見えるっておっしゃってましたね。そうそう、兄が見えるんですよ、うん、いやそういう家系の人っていうのは結局、うん、まあ繋がって見えるもんですから、じゃあうちもお父さん見えるんですよ。いやー、影響すごいですね。今パッと見てもらって、ヤバいランキングつけてもらって、ヤバくない人からいきます。じゃあ3位からいきましょうか。あー、怖い。3位はパナエさんです。イエーイ。マジか。何もいないんじゃない？何もいないことはないです。いるんですね。はい。どういう言い方すればいいかな。生きてる人ですわ。ついてる、ちょっと。生きてる人ついてますか。で、珍しいんですけど、うん、男性がついてるのが珍しいです。まあ、あんまり男性の生きるってつくもんじゃないですから。ついてるんですけど、その人は、多分知ってる人。ただちょっと見てすごく面白かったのは、そのついてる、うん、同じ感情で女の人がついてるんですよ。だからレズですね、いわゆる。レズの人もついてるってことですか？と思います。恋愛感情として見てついてます、一人。で、その人は誰？知り合いじゃないと思うんで、多分視聴者さん、ファンの方の誰かなんじゃないかなと思いますけど。強いんだ。その人も生きてるんですね。その人も生きてます。その人生きてる人なんで、別にその生き量がついてるから、なんだ、運が悪くなる、うまくいかなくなることはないですけど、ものすごい好きだ好きだっていう感情っていうのは、もう一個裏返せば怖い感情ですから。確かに確かに。帰りしな電車の中とかの隣に座ってたりしたら怖いかもしれないっていうぐらいに思っておけば大丈夫です。その女の人、特徴とかわかるんですか？女の人はね、わかんないですよ、全然。女の人はすごい目線がさ、めっちゃ見るし。まあ、今のところ好きっていうだけなんで、うんうんうん、全プラスです。ありがとう。みんな私のこと好きってことですもんね。そうってそうってでもなんか大丈夫な気がするんだよ。本当なんかもう冷や汗出てきたもん。2位はサナパッチョさんです。やっぱりそうですよね。よかったです。そうそうそう。生きてる人ですか？生きてる人は、そうですね。死んでる人もまあ、え？一人ついてますけど。おお。ほほほほ。死んでる人は自分のその、例えばエレベーターに一人乗ってる時とかも、うん、あ、一人じゃないぞと思えれると思ってくださいよ。で、女性の応援してくれてる生き量、まあシンプルに言えばファンの方もいっぱいついてます。ただね。え？だから、どうしようかな。どうしよう。ものすごい
ものすごく恨んでる人が2人います。うちも、はい、2人、そのどっちも女性の方です。へぇ、はい、えぇ、ー、心当たりは、心当たり、はい、心当たりはないね。本当今すぐ近くにいるかもしれない。おーおい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 。そうかどうかわかんないですよ、うんうん、今まで僕がいろいろ見てきた人たちの系統で言うと、うん、あの人の立ち位置だった仕事を全部持ってったとか、サナパッチョさんに、うん、実際力を震える立場になった時が怖いってことですね、うん、おー誰やろう、怖、だからその2人以外がめっちゃいるから守られてるんですよ。あ、めっちゃいるんだ。めっちゃいるんだ。めっちゃいます、めっちゃいます。もう、うわー、もう大体推測ですけど 2,30 はいると思います。あー、2,30 ぐらいが2人から守ってるから大丈夫。へえ、みんな女性なんですね。みんな女性です。へえ、男性はゼロです。いや、それもなんか複雑だけどさ。ここまでの霊診断を終え、他内には好意を寄せる男性と女性の良い生き量が、そして私にはおよそ30体の霊がついていることが判明。ちなみに8割の人はこちらの男性たちと同じ診断結果だそう。ディレクターをやってます、はい、おでんっていう名前で、おでんさん呼ばれてます、はい、よろしくお願いします。ごめんなさい、お二人とも何にもついてないです。普通このなんか、ね、ついてるなんかみんなも出てくる人出てくる人こんなについてたみたいな。じゃあ帰ってもらっていいですか。はい。そう、霊がついているのは2割の選ばれし人々。その選ばれし人々の中でも頂上に君臨するほどの診断結果が出たのが、そうです、単純に数がすごいです。ちなみにどんぐらいいると思います。あ、でも100とかですかね。100とか、はい、あー、ミーさん言ってますね、だいたい500ぐらいいると思います。うわ、すごい。で、死んでる人も生きてる人もものすごいいますけど、どうしたのかな、引き寄せる系。いや、でもそんな感じするもんね。どういうことですか。みんな、まあ、見た目じゃないですかね、シンプルに。見た目とお兄さんが霊が見えるっていうのは多分だいぶプラスプラスって言っていいのかな、うん、そっちに働いてると思いますよ。例えばですけど、ここの場に、自分が死んだとするじゃないですか、うん、でパッて起きた時に誰にも気づいてもらえないのって寂しいじゃないですか、うん、で誰かに気づいてほしいじゃないですか、うん、だけど、まあ、お化け信じない人はもちろん、見たことないです、見えませんっていう人より、お兄さんが見えるとか身内が見える、もしくはちっちゃい時見たことあるっていう人だったら、もしかしたらこの人気づいてくれんじゃないかなっていう意味で近寄りやすいんですよ。あ、でその中でも優しそうだったりとか、まあ、可愛らしいなっていう人とか、の全部の要素をいろいろ集めていったらこうなるってことですね。なるほど。完璧にその霊つきやすい系なんだ。集めやすいんだね。じゃあお兄ちゃんね、ありがとう。お兄ちゃん見てる。500人もいたらすごいよ、守られてるじゃん。どうな、守られてるんですか。で、これがね、難しいんですけど、うん、特に守ってるわけでも恨んでるわけでもないです。俺もずっと言ってます、お化けが見えたら健康診断です。へぇ、健康診断行くか。うん、霊が見えたら健康診断に行ってみましょう。では、さようなら。早く行こう。